もう来ないです。猛暑のは何、食べ物は買った、食べ物でも半分ぐらいしてほんのちょっとぐらいって主人が言って、最初はでも4150だから、なんか3月21月4300だから、そっからなんかちょっとじわじわ減ってきてるね。で、様子はどうです？別に変わらないです。まあまあそこそこの元気は、でも少ない時はやっぱり元気がない、ご飯食べるの。うんちは毎日出てます？あ、出てます。今日はでもしてないです、まだ。で、うんちの形は毎日いいですか？いい、いつものここで出すうんち。あ、あのうんちが出てるわけですね。はい、どうしてプリプリプリって出るの？怖いよね。怖いんだよね。怖いよね。はい、はい、すみません。ドラフィーとか食べないです。缶詰しか食べない。あ、そう。あ、ふやかしの食べないんでしたっけ？食べない、全然。本当に何粒しか食べない毎日。で、それにあのささみとか、ね。ささみも食べてます。ドライは何？缶詰に混ぜても食べない。食べない。あれね、食べようとするんだけど先生、歯から横から出てる頃から。え、何を？ドライ。あ、ドライ。ドライフやかした缶詰に混ぜたらダメですか？そう思ったけど、美味しくなさそう。あ、美味しくなさそう。で、缶詰の最初が美味しいみたいな、パッと開けた時の、ね、匂いがあるからね。あれって、すっごいよく食べる。で、あと残りは冷凍、ラップかなんかで食べる。あとはささみを入れて、先生また混ぜる。あ、なるほど。まあ、じゃあ開けたてはささみも何も混ぜんでもいけるわけ。わかるって感じ。もう缶詰もね、必要なんだけど高いです。はい、ちょっとこっち向いてくれる？はい、ごめんね、ちょっと顔見して。寝癖だけでさ、口はあれ、口はちょっといろいろやれないから。そう、何個もいけるし、別に。よいしょ、舐めるだけ。よし、大丈夫だった。流してなかった。それからなんだっけな。訪問さん、欲しい。はい。この子、狂犬病してましたけど。いや、あの、打てんことはないんですけど、一般状態だったら。まあちょっと今日はやめておきます。はい。はい、昨日履いてるでしょ。うん、だからまあ調子がさそうな時に打ちます。よし。はい、じゃあちょっとね、スーパーライザーをちょっと持ってきて。この辺とお腹。この辺とお腹。で、2秒でずらすと。ちょびっとだけ出ましたね。あさエディちゃんの B ないよね、多分プレは。ないないよ、ね。それ全然ないです先生。はい。終わりたい。で、ライダーと全部外に出して。わかるんですよね。最初からだと。もうちゃんだね。ボケとかいないんですね。そうですね。おしっこも漏らせないし。終わりたい。はい、じゃあちょっと放置して、動かしてあげて。よいしょ。あの、2日に1回のステロイドを飲んでるんですけど、はい、2週間 2.8 で飲んでるから、ちょっと下げて 2.1 に下げますんでね。この子にはカランジュラの量が出されます。あれがね、結構食欲を刺激するんですよ。あれ飲むとね。あれの時
すごい量だからびっくりしちゃう。あ、そうなの。やっぱり飲んだ後はよく食べる。よく食べる。うん、まあでも2日に1回だからね、あれ。まあいいですね。あんなだったら本当に一缶食べちゃうから。本当。でもその時食べてもらった方がいいな。吐いただけにさえしなければね。はい、じゃあいいですね。全然1週間後がいいですか。2週間後がいいですか。ああ。今ちょっと1週間過ぎちゃってるから。じゃあ2週間にしましょうか。いいですか、うん、じゃあ2週間分出しますわ。はい、ちょっとまだ薬できてないので少し時間くださいね。はい、わかりました。